雷調査隊始まるよ。イエーイ。はい、始まりました雷調査隊。あライブツリーだ。速攻だよ、これだよな。最初声裏返るし。はい、始めました。はい、雷調査隊ありがとうございます。はい。初めてだからね、大丈夫です。申し訳ないです。もう一度もう一回いきます。はい、雷調査隊始まるよ。そこから。はい、始まりました雷調査隊。この番組は、はい、日本の人、食、歴史、文化を紹介する番組です。はい、Ustream さんを使いまして全世界に放送しています。うん、生放送の参加型番組です。やったー、やったこの番組1時間の生放送でお届けしております。チャット、ツイッターでの参加どしどしお待ちしております。チャット参加、ユーストリームさんにご登録していただきますとすぐにご参加いただけますので、ぜひぜひツイッターでもいいんですが、うん、ぜひチャットで参加して1時間我々に絡んでください。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、いきなり自己紹介します。はい、はい、はい、ってはい、いけます。はい、フライデーズリーダーのバブルこと、バブルこと、バブルこと、萌家瑞希です。よろしくお願いします。お願いします。はい。はい。そして、あ、確か、そうか、ミラッチより先に言えるようになった。エメラルド隊員のいつにゃんこと、いつにゃんこと、いつにゃんこと、針ヶ谷ハイツキです。よろしくお願いします。髪の毛かわいい。だから隊長に先振るんでしょ？あ、そうだよ。そうだよ。なんでこのさ、エメラルドさんを勝手にさっき言う、それがちょっと、なんでお前に言ったの。私は知らないんですけど、じゃあ隊長お願いします。はい、はい、皆さんこんばんは。私がこの雷調査隊の隊長を務めさせていただいております、くまちゃんこと、くまちゃんこと、くまちゃんこと、熊川雄大です。皆様よろしくお願いいたします。イエーイ、お願いします。なんか流れが分かんないませんね。雷調査隊副隊長を務めさせていただいております、はい、おしんこと、おしんこと、おしんこと、山本慎一です。本日も1時間笑って福を呼び寄せましょう。よろしくお願いします。今日はお元気ですからね。ていうか何気に2人より先に言ったの初めてかも。でもこれから隊長からにします。はい、でしゃばらさにゃ。言えてない、正直なのに言えてない。そしてそして、ひいままこと、ひいままこと、ひいままこと、小川ひさみです。よろしくお願いします。素晴らしい。ママ、一寸先は闇だよね。今日が、さあ、今日もね、このネタ。さあ、何でしょうかよ。もっとフライデーズリーダーです。はい。でもプレートがね。いきなりお知らせなんですけど、はい、うんとですね、お天気ナウの時間を変更したいと思います。おー、はい、あのですね、皆さん慣れてきていただいてまして、もうキュッてできるようになったので、
今まで40分から始めてたところを45分からスタートしますので、今日から、うん、はい、45分からよろしくお願いします。ワンクールだったしね、ワンクールだったんですよ。かっこいいワンクール。はい、まあでもね、雷っていうことやからね、そんな45分ジャストから始まることはないけど、はい、頑張って仕切りますんで頑張って進めますんで、はい、茶田さんなんて言ってくださってますか。なんかね、鷹の爪についてすごい盛り上がってるんです。何ですか鷹の爪？あの、鷹の爪ってやつでしょ。で最近すごい見てる。あのね、バカらしいんだけど意外とね、なんか面白いの、結構見ちゃう。ちょっと見てみよう。見てみて。吉田くんでしょ、あれ鷹の爪の吉田くんの真似をおしんさんがしたらどうなるって最初書いてあった。ね、DTK さんが言ってた。わかんない。ちょっと見てみよう。ちょっと見とくわ。次回はぜひやってもらおう。はい、あとはもう、いつにゃん相変わらず可愛いですねとか、いつにゃんターバン巻いてるのとかね。いつにゃんのしか見えないんだよね。そんなん書いてる？書いてる。本当に書いてくる。てかさ、いつにゃん髪切ったね。そうそうそう、この間もあの短くこの間からしてたんですけど、うん、まあお披露目するのは初めてですよ。確かにこんなにごっそり火曜日ぐらいから短くはしてたんですけど、まあ、髪の毛をお披露目するのは初めてです。似合ってる、似合ってる。初めて見たわ。そうかじゃねえ。しかもこっちからねやってると余計短く見えるってね。かわいい。いいじゃん。はい、ペタってさせたいんですか。はい、そんな感じでいいですかね。はい、はい、ということで、はい、うんとですね、まず最初に私たち舞台の調査に行ってまいりました。はい、夜明けの前が一番暗いのという舞台、以前稽古場にお邪魔しましたよね。そうですね、来ましたね、皆さんとね、すごい活気の方々ね、番外編であれが我がとやらせていただいた舞台に、はい、と私と隊長とおしんさんといつにゃんさんで見に行ってきましたので、はい、そちらをまとめた VTR、誘われなかった。あんだ出てないのよ。まあ誰が出てるかはお楽しみ。そうですね、はい、はい、まず見ていただきたいと思います。じゃあお願いします。 VTR どうぞ。はい、ということで夜明けの前くらいのの初日の公演ですね。午後の公演見てきました。はい、今終わったばっかりです。すごかったですね。はい、なんかあのダンスシーンがねいっぱいあるんですけど、キレと迫力、もうあんなねぴったりみんなで揃って、なんかね舞台を全部を使って、あの総勢40人って言ってましたっけ、40人がガーってなるんです。あれだけの人数が、あれだけね質のいい踊りとか、なんかもう目回りそうなぐらいなんかグワーってなっててかっこよかったです。本当でまずグッと引き込まれて、あとまあ感動できるシーンもあり、最後私ちょっと泣きそうになって、これ撮るからちょっと泣いたらダメだって我慢したんですけど、なんか世界観が面白くて、内容は見てもらってもお楽しみなんですが、でこの間皆さん来ていただいた時に松本先生役をね、やるがあるじゃないですか。松本先生役の方がね、そう、な松本先生が書いてる絵本の中の話をなんかこうなるんですよ、話が言いたい。そう、もう言いたいけど、そう、まあね、こうなるんですよ。そこは見ていただいてのお楽しみなんですが、まあ、大体そう別のシーンとかあるとごちゃごちゃして分かりづらいんじゃないかなって思う方もいると思いますけど、すごく分かりやすく、分かりやすい、かつ楽しく仕上がっているので、ぜひぜひまだね公演ありますので、はい、見に来てください。バカでも分かったよ夜明けの前が一番暗いの、よろしくお願いします。インタビューへどうぞ。こんばんは。はい、夜明けの前が一番暗いの舞台今見てきました。イエーイ、超面白かった。超面白かった。あのね、まずねこの座長のね、座長朝食べようと思ったことがね、アポロ中にてかっこいい。ですか。なんか俺びっくりしちゃって、あんな、めちゃめちゃキレキレでね。キレキレでね。ちょっとあの雷とは全然違いましたね。なんかね、親目線ね。またね、中学生の女の子2人見たら、かわいい。ね、あーちゃんの笑顔と、奈々ちゃんのこの色っぽさ。かわいいだけ。今私喋ってます。もう最高ですから、皆さん。ぜひ見てください。
そしてね、じゃあ何と言ってもこのラジオが飛び込んだ2人俺の含め、ね、またいい味出しましたよ本当に出した俺が特にババちゃん俺が特にババちゃんがいい技が出るよ、いい技が出るいいとこ持ってくるの最高まあね、そんなね、この5人がね、メインキャストで、ね、夜明けの前が一番暗いのこれ何土曜日と日曜日が満席でおかげさまで満席になりました。満席です、満席、満席でも、ただ本当にお願いすればなんとかなるかもしれませんそうですかもしれませんそして劇場に来ていただけるとこのパンフレットこれ劇場でしか買えないんですよね、はい、そうなんですか、はい、そっち思いっきり見本って書いてあるんですこちらの方もぜひともお買い求めください。いくらでしたっけ？1000円で送料込みで1000円4月の21日、4月17日から今日から、まあ、今今日水曜日なんですけど、17日から21日まで、新宿スペース107でやっておりますので、ぜひとも皆さん、キャモンください。バイバイ。バイバイ。浅香レオです。杉山有子です。長谷川響です。馬場裕樹です。舞台夜明けの前が一番暗いのは雷調査隊を応援しています。参加しよう雷調査隊。イエーイ。イエーイ。はい、はいはい、どうでしょうか。調査をしてきたんですけど、皆さん何て言ってくださってますかね。ミッツがいるとかあれおでこやばいですよね照明加減が半端ないよね。ペンってしたくなるよね。こことここしか映ってないもんね。そうそう、ダンスって海坊さんでしたっけって書いてある。梅坊さん、梅坊さんです。梅坊、はい、梅坊怒られますから。そうそう、梅坊さん今の V では出てなかったですけどちゃんと出てるので。すごかった、はい、すごかったですね。本田選手役ではなかったですね。違かったです。私も期待したんですけど違いました。あれ、ゆみっちが大好きおやすみって言ってあれ埼玉南部、あの晴れ風が強くて飛びそうやった、あと地震が起きたギャーって。あー、埼玉でもしね、あれお天気のこと書いてさよならって言ってくれてる。はい、ありがとうございます。おやすみなさい。早いね。はい、はい、そんな感じで、あのみなっち髪直すタイミング V 明けずっとやっとけてはい、すごいね、はい、楽しい、さっきも、V で言ってたんですけど、なんかポップっていうんですかね、なんか見やすい舞台でした、なんか入り込みやすくなかったですか。もうそうです、そうでもないみたいな。なんかね、私は本当さっきの V でも言ったけど、序盤のね、すごい迫力あるシーンがあるんですよ。そこでもうグッて入り込んじゃって。でもさ、そんなこと言いながらさ、バブル寝てなかった。寝てないそうそう、待ってください。出た、ね、本当に寝てない。本当に寝てない。本当に寝てない。ちょっと待って、ここで勝之篠原さん入ってきてました。こんばんは。でもさ、体調その日、あ、違う、あれ2日に寝てない。何って何と意味が分かんない。あれ、すごく確立されてたストーリーだからこそ余計にも見やすかったし、ストーリーもついていくし、もう個々のキャラをしっかり覚えて帰ってこれたんで。そうだね、すっごい楽しかった。ほんとダンスも、もう全部ね、シチュエーションシチュエーションがすごく楽しくて、キャラもそうだし、名前も忘れないよね。名前忘れない。そうそう、そうそれはあんまりないけどさ、結構忘れちゃうんだ私、でもすごい記憶に残る感じだよ。ちょっとね、あるあれがある、法則がある。そうそうそう、面白かった。皆さん劇場でね、はい、こちら
ちら21日まで新宿スペース1073でやっております。ただね、ただね、はい、明日と明後日は、そう、まあ、満席、売り切れ、キャンセル待ち状態になってるのかな、今みたいですね。もしかしたら劇場に、ね、行ったら、もしかしてね、あの椅子用意してくれるかもしれない、知れない。結構もうお早めに行った方がいいよね。そうですね、結局あの自由席じゃん。あ、そうなんですか。自由席ではないからさ、もう早めに行ってね、本当空いてればだからその時入れるみたいな感じだよね。そう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 、まあこれからでもご予約が済んでて今から行きますって方はもうぜひとも思う存分楽しんでいただきたいと思います。はい、すごい楽しかったです。はい、ということで舞台夜明けの前が一番暗いのの調査でした。イエイイエイ、やった。そしてここでヤバババババさん入ってきてくれました。鬼の家さん言ってあげて。鬼の家さん。はい、ということでですね、コーナーに入っていきたいと思うんですが、はい、今日はまた新しいコーナーを考えてきてくださったようなので、隊長とミナッチ、お願いします。はい、これさ、もしかしたら、はい、僕とミナッチのツーショットは初めてなんじゃないんですか。そうだね、そうですよね、敬遠の中、敬遠の中なんですよ。とりあえずこっちくださいね。なんかね、チャットは流れるようになったけど、画面が真っ暗じゃーっていう、結構あっちよ、ね、うん、多いみたいね。へぇー、なんか地震で、きっと地震で、そう、あら、地震のアラームの話もしてる。すごい、だから結構今ね、いろんな県とかで地震がね、相次いで起きてるので、ほんとちょっとね、心配なんですよね。心配、いや、顔が なんかね、かよさんも鬼の家さんこんばんはってなってる。しかもね、ちゃんとね、ヤバババババンさん、バンワーって答えちゃってるからね。何のためのアカウント。お、また入ってきました。誰だ誰だ。おっと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 、どんどん入ってきてよ、今見てる方も。あ、そうですね、おしりなのみファンさん、おー、おかえり、おかえり、ありがとう。はいよ、はい、さあ、今日はですね、はいはい、なんとこの私、熊川雄大と高橋美奈でちょっと新しいコーナーをね、はい、立ち上げたわけなんですけどね、みなじで、はい、やだ二人。黒と茶色でね、はい、このコーナーはこちらです。はい、くまとみなの方言あるあるクイズ。あれだけ練習してたのに、ね、すごい練習してたよね。一回待ってなかったけど、ね、皆さん、やっぱり日本、はい、面白いね、国でね、いろんな方言があるわけなんですね。あります ね、なんかね、いろいろ、うん、うん、僕たちが知らない隊長頑張って僕たちが知らないね、言葉とかさ、はい、まだ皆さんが知らない言葉たくさんあります。それをね、みんなでちょっとクイズ方式で分かっていこうという、こういうコーナーなんですね。おー、そういうコーナーです。じゃあ、まあ早速ね、はい、行きたいと思います。はい、じゃあちょっと待って、まずみなっちさ、ちょっとこれちょっと直しといてもらっていい。え、どれですか。いや、これ直しといて。え、何ですか。この携帯直しといて。携帯何を直すの。あーね、いや、向こうに直しといて。向こうに。さあ、ここで問題です。今の直す、はい、ね、こうやって書くんですけども、これ直すっていう言葉、はい、実は違う意味もあるんですね。そうなんですか。そうなんですよ、方言で。びっくり。じゃあ、これをね、皆さんにね、ちょっと答え、そしたいな、本当に答えていただきたいなと思います。はい、ね、はい、まずこちら、はい、A、書く、そうですね、B、洗う、C、しまう。さあ、この3つから皆さんお答えください。はい、A、書く、 B、洗う、 C、しまう。さあ、皆さんぜひ聞いてください。どん、はい、お願いします。さあ、皆さんどうですか。あのさ、携帯だから洗うはないと思う。あー、携帯だから書、ね、うん、くもないと思う。選択肢までやるしかない。ちょっとね、これね、皆さんね、正解した場合はね、はい、これ正解した方にミナッチがなんかちょっと、そうですね、なんか誰かリクエストしていただければ、皆さんいろいろやってくれるので、ミナッチで遊ぶコーナー。そう、ミナッチで遊ぶコーナーですね。ね、ですね、はい、DTK さん、直す、うん、直す、うん、直す、そのままじゃん。そうですね。あと、克行さんの、篠原さんが、ポカル、買う、直す、この辺が意味が意味違いメジャーかなーだって。片付けるって意味って、かようねんこさんが。DTK さん、 C じゃないの、ね、しまうだね、うん、そう、みんな C だね。そらさん、みみろるさん、しおさん、村正さん、うん、
かようさん全 C だね。ハイファントムさんも C。あのね、これね、何がね、今回のその敗因だったかというと、このね、あの物のね、あのミスですね。選択ミスだね。いやいや、もうずっと来るって言ってたんですよ。行けるって言ってたんですけどね。はい、正解者が少ないと思ってんすよ。なんかいろいろ言わせよう。マジックにしとけばよかったね。ね、そうだね。まあでも洗わないけど。生反省会。じゃあミナッチ、正解をお願いいたします。正解は、はい、正解は皆さんみんな正解ですね。しまうですね、Cの。はい。何やってくれるの？ん？何やってくれるの？これはチャッターさんに書いてもらう。まあ抽選ですね。抽選です。はい。はい、じゃあ今から、正解した方々、ミナッチが何かやってほしいことね、何でもやりますんで、皆さんぜひとも書いてください。お願いします。何でもか。ちなみに、それはどこの方言なの？うんうん、これはね、九州の言葉なんですね。じゃあ隊長はそうなんですか？僕ね、そうなんです。僕、今東京に住んでるでしょ？東京に住み始めた時に、よくね、人にこうやって、これ直しといてって言って、え、なになになによく言われたんですよ。じゃあ直すだよ、直す。直しといて、なんでなんでって言ったら、なるほどね、それ全然わかんない、伝わらなかった、伝わらなかった、うん、そう、それが僕はすごいカルチャーショックで3日間寝込みました。長いね、はいはい、他のことなんですけど、北海道の方言なんですけど、はい、あのゴミを捨てるってあるじゃないですか、はい、あれを投げるって言うんですよ。あ、ミクセナも言う、ゴミ投げて、じゃあやっぱりゴミ投げてっていうの、これ今後コーナーやるんじゃないの？今いろいろ言っちゃっていいの？うちも思って大丈夫？大阪は？ほっといて、ああ、ほっといてって言うんだ。ほってって言うんだね。ほる、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 ほっといて、放つ、放つでしょ、放つ。だから、じゃあ、そのボールペン、はい、ボール、はい、これね、あ、それ、ゴミ箱をほっといて、あ、捨てるってこと？あ、そこほっといて、あ、これ捨てるって意味だね。これちょっと来週やりたいと思いますね、クイズ。言っちゃった。見て行かれてないから。予習で、予習。書いていただけますかね。書いてくれてますね。はい、DTK さん、はい、鷹の爪の吉田くんの真似。そらさん、そらさん、いいこと言ってくれてますよ。何ですか？ミナッチが一日フライデーズリーダーって。ただ、カッコ笑いみたいな感じ。あ、ごめん、なってなかった。付け加えちゃった。ミミロルさん、アニメ声で自己紹介。あ、いいね、いいね、これいいんじゃないですか。いい、どういうアニメ声ですよ。アニメ声、いつやみたいな。さあ、みなっつぉ、いつやみたいな。私より可愛く やらないといけない。あ、これいいですね。じゃあこれやってもらいましょう。じゃあちょっとミミロルさん採用。全力でだよ。わかりました。はい、じゃあアニメ声だよ。はい、できる。早くやれよ。みなっちが、じゃあみなっちが、アニメ声で、自己紹介まで3、2、1。皆さん、こんにちは。崖っぷちタウンの高橋美奈です。みなっちって呼んでね。よろしく。あ、かわいいよ。かわいいよ。これいい。やだー。これいい。これがやりなよ。かわいかった。かわいかった。罰ゲームじゃない。キャラに合ってない感じがいいよ。ここで、あの、キャラに合ってないから、ゆうめさん入ってきてくれました。あ、今日ゆうめさん誕生日じゃないですか。あ、そうそう。ゆうめさん、お誕生日おめでとうございます。なぜ知ってるの？何でしたっけ？何してんの？はい、じゃあ、うち、雷学問所見たもん。そう、俺も学問所見て。見たんですか？私も見た。私も見た。さあ、続いて、はい、第2問です。はい。はい、じゃあ、じゃあ、みなっち。なんで？なんで？なんで？くすぐってくすぐって。さあ、第2問目です。はい。なになになに？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 はい、こちら、じゃあ、ミナッチお願いします。はい、怖い。関東では、すぐったい。関西では、何と言いますか？はい、はい、じゃあ、という問題です。3択ですよ、皆さん。はい、はい、3択です。こちら、うん、A、かゆい、はい、B、こしょばい、C、苦しい。これはね、簡単だよね。私、1個しか聞いたことない。え、マジで？じゃあ、皆さん、どれも言うかでしょ。 C さんは答えなくていいです、うん、じゃあ、皆さん、書いてください、ぜひね。はい、お願いします。苦しみそう。茶番を進撃、もうちょい練習しろ。どこ、そうそう、かゆい、こしょばい、苦しい。なんかね、今ね、自分の中で、バツ、丸、三角があって、うん、丸で合ってんのかどうかがすごい。え、合ってると思う。私もそうだと思う。うん、勝之篠原さんが、こそばい。はい、おー、 B ですね。 DTK さんも B だなって。あ、私も B。 ミロルさんも B かな。ソラさん、関西では B。 おハイファントムさん、 B です。自信をつけてから発言する。私も B だと思う。 B 誰もが B だと思う。じゃあ、みなっち正解お願いします。そうだね、これはコショバイですね。コ
それは難しかったかな。でもね、あの どなたやったっけ、はいはい、さっきコソバイってコソバイ、そう、そう、ね、コソバイとも言う、コソバイだと思ってた。ちなみにあのうちの方言ではコチョバイって言いますね。コチョバイ、かわいい、かわいい、コチョバイ。じゃあ正解した方々たくさんいらっしゃいますね。まだ何か何を見たいか、ミナッチを遊ぶ会でございますね。はい、皆さん書き込みドーン。でもなんかかゆいも言いそうだなと思ったんですよ。でもね、かゆいもね、どっかで、いや、ありそう、あのね、どうだったっけな、うん、でもかゆいと似てるけどちょっと違うもんね。うん、まあ、このかゆいけどさ、今書いてこうくすぐったいじゃないもんね。なんかさあ、皆さん書いてくれたかな。ソラさん、ミナッチが一日フライデーズリーだ。オスね、オスね、オスね。でも幸せなことだぜ。幸せなことですよね。三つの感じが苦しい。どういうこと？なんで三つで定着してんですか？三つの真ん中ってのが苦しいっていうんです。ダブルです。DTK さん、おしんのモノマネ。あー、見たい。じゃあ、いいですね。じゃあこれいきましょうか。うん、どれぐらい舐め腐ってるかが分かる。舐め腐ってるか。じゃあ、逃げてる、こっちで、じゃあ、やりますか。じゃあ、お願いします。じゃあ、高橋みなさんが。ちょっと待って待って待って。はい。いける？高橋さんが副隊長の山本慎一君の真似をするまで、はい、3、2、1、9。ちょっと待ってください。もう一回いくよ、もう一回、はい、3、2、1、9。いや、めっちゃうち好きやねー、わちさ。ねえ、ちょっと聞いてね、ちょっとくまちゃん聞いてよ。ちょっとずれてる、ちょっと頑張れ、もうダメよ。ねえ、みんなわち聞いてよ。なんもよ。さあ、山本さん、見てください、見てください。山本の顔がちょっとだいぶ慣れてますよ。目、開いてる。どこ開いてる。ちょっとそんな苦しい顔しないで。山本さん、ご感想は。何なんこいつ。わーい、怒られてしまあ一応ね、あの、うん、そのやってもらった後にミナッチの流し目とかいろいろ書いてくれてる人もいたんですが、でもようやったね。ミナッチのモノマネっていうのも面白いね、確かに、うんうん、で、あのちなみに福岡ではかゆかっていうらしいです。ほら、へー、言うんだね。やっぱそう思ったもん。福岡かゆかって熊本だよね。九州じゃん。おい、こちょばーい、あのだからなんかあの九州でも場所によって違うもんね。だってさ、同じ県でもあの区によって違うとか市によって違う。海沿いとね、山側と違ったりするよね。でも隊長、関西って言っといてよかったですね。そうなんですよ。だいたさあ、続いてはお、うん、まあこちらですね。画鋲、皆さん分かります、画鋲。あ、うん、はいはい、分かった。全然画鋲は、実は違う呼び方があるんです。だって画鋲、画鋲、画鋲。じゃあ、おしんさんちょっとこっち来てください。何正解お願いします。正解あれ、あれっしょ、これ聞こえちゃうから喋ったら全然分かんないんだけど。画鋲あえっていうかさ、今放課後正解。え、なんでおしんさん正解です。さあ、皆さん、分かるでしょうか。じゃあ、このね、3択からいきたいと思います。選択肢、はい、こちら、A、押しピン、B、秒止め、C、針ヶ谷。さあ、さあ、どれでしょうか。え、針ヶ谷かな。押しピン、最初。でも、ちょっと取り上げられて嬉しい。さあ、皆さん、どうでしょうかね。え、普通に言ったら、なんか秒止めとか。え、押しピン、押しピンだと思う。さあ、押しピンっていうものありますよね。画鋲とは違うんだな。勝之、篠原さん、押しピン、はいはい、DTK さん、押しピン、画鋲、画鋲。選択肢のクオリティって言ってるけど、もし今回、いや、今回超いいと思うよ。針ヶ谷を除いて。二択ですよね。あ、A でしょ、押しピンはよく言うよね。うん、で、アファイハイファントムさん、ソラさんも A、ミミロルさん A、シオさんが C だって。ありがとう、愛してる。でも画鋲ってこと。皆さん、正解ははい、まあ、これもね、皆さんの言った通り A の押しピンですね。はぁ、なんか意外と。でもね、皆さんよくね、ご存知ですよね。待って待って、元帥都さんが入ってきてくれました。あ、こんばんは。何、秒止めっていうのは何なの。別に適当につけた。適当につけたよ。あれ、秒止めもありそうだよね。針ヶ谷は。で、結局押しピンはどこの方言なの。押しピンだって言うでしょ。言う言う、普通に言う。でも皆さん分かってましたよね。私は知らなかった。方言とかじゃなくて別の呼び方ってことね。ちなみに、もう本当東京出身のお二人は、はい、
推しピンっていうこと分かってました？いや全然知らなかったけど、聞いたことない。イメージで推しピンかなって思ったら当たっちゃった。そうだからね、最初聞いた時全然知らない全然知らないって言うから、画鋲の別名知ってるって聞かれて、うん、いや知らないってか、あるんですかぐらいな感じ。あ、コルさん入ってきてくれました。コルさん、コルさん、なんか推しピンって別の品物がありそうだよね、うん、画鋲じゃなくて、うん、丸い感じでね、こうピュッてやる、うん、なんかちょっと可愛いね、ちょっと百均で売ってそうじゃない、ね、そう。じゃあね、まあ、正解された方、じゃあね、ミランチに何になってほしいのかっていうのをね、ぜひ書いていただければね。でもね、僕はね、個人的にね、おしんちゃんのね、流し目っていうのも、おしんちゃんじゃない、あのね、あの流し目っていうのもいいですよね、はい、うん、流し目、うん、ちょっとまあ流し目とかじゃなくて、やっぱモノマネとかがいない。ミミロルさんがね、ミナッチの流し目だね。はい、流し目って何ですか？流し目、じゃあ、針谷さんやって。はい、こういう感じですね。やだやだってなんやねん。これでもちょっと頑張ったわ。さあさあさあ、皆さん書いていただいてますかね。ちょっと面白い感じになるんですかね。面白い感じの。じゃあみんなが書いてる間に、はい、うん、おまけいきましょうか。そうですね。じゃあ最後にみなっちの、ちょっとあの何、それで締めましょうか。それで締めましょうかね。はい、こちら最後おまけ、ハイノットスペール。さあこれは何という、何何、ハイノットスペール、ボールペンの名前。あれ、ハイノット、ハイノットスペル。あ、ちょっとあの人、ハイノットスペル。あ、ほんとだ、ほんとだ。嘘でしょ。え、かっこいい。12秒っぽい。てか、言われてみた。英語なの。いや、これは、いや、これは日本語です。ハイノットスペル。あ、これハイノット、あれハイノットスペールじゃない。そうですよ。そうだよね、そうだよ。あの人だって、あの人だって。あの人ハイノットスペル。え、みんなわかります？え、全然わかんない。何、それ普通に使う言葉なんですか？ん？普通に使う言葉？普通に使う言葉です。あ、うん、普通に。え、その地域に行けばみんなわかるの？ハイノットスペール。あのね、それね、わかる人とわからない人がいて、多分流行り言葉じゃない。いや、流行り言葉じゃない、昔からある言葉。それじゃない。ほんとほんと、 DTK さん噛むなって。確かに。ミミロルさん宇宙人。いや、ね、まあ、でもあの人宇宙人。あの人ヒントはこれなんですよ。ハエが乗ると滑る。ハイノットスペール。あ、ハエ乗ると滑る。わかった。滑る。わかりました。それヒントな？ヒントですよ。まあ、え、分かった。あともう一つ。分かった。これヒント。わかりました？わかりました？多分そうでしょ。多分そう。そう。あれでしょ、あの三つみたいなことでしょ。三つのここが全部みたいなことでしょ。まあ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 、そんな感じですね。はい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 。正解は。なんだ、私なんですか？正解は坊主とか。ちょっとツルツルの、はい、うん、ちょっとツルツルの髪の毛がない人のことをハイノットスペールって言うんですね。はいはい、ハイノットスペール。そう、ハイが乗ると滑る、ハイが乗ると滑る、ハイノットスペール、ハイノットスペールって言うんですね。それは方言なの？え、方言なの？方言です。ちなみにこれはうちの地元の方言です。そう、ハイノットスペール。そう、僕も中学校2年生の時初めて知りました。普通に使わないってまさにだね。そうですね、これおまけなのわけなんですけどもね。じゃあ最後にミナッチなんかやってほしいことは、じゃあハリガイさんど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 ん。あのね、はい、ミミロルさんミナッチの変顔、 DTK さんミーナのモノマネ。キワダイだもんね。キワダイのね。あー、ミーナ嫌いなんだよな私。うん、それぐらいです。じゃあ、わかりました。じゃあ、変顔で最後を締めますか。変顔はネタがないので、みんな大丈夫です、大丈夫です。さっきみんな嫌がってたじゃん。じゃあ、ね、はい、じゃあいきます。みなっちが変顔まで、3、2、1、9。やだ、もう。はい、もう一回。もうやだ、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 もうやだ。はい、ということで、はい、くまちゃんと、みなの、方言あるあるクイズのコーナーでした。さよなら。はい、ありがとうございます。すごい痛手だよ。でも楽しかった。これ続くんですよね。いや、続きますよ。ミナチをいじるコーナー。いじるコーナー。続きます。ちょっといじり方を変えた方が。ショウさん茶番をつーって。DTK さんが可愛いだって。可愛くない。変顔だし。はい、ということで、じゃあ次のコーナー行きたいと思います。これは毎週やってるやつ、おしんさん、はい、お願いします。はい、行きまーす。ちょっと前失礼。さあ、今日はどこだっけ。はい、どこだっけ。では、やってまいりました、はい、おしんの都道府県独自調査、パフパフー。イエーイ。はい、ということで、
日紹介させていただきます、調査させていただきます都道府県はこちら、ドン、岐阜県でございます。お前置かせていただくこと可能ですか？岐阜ね、はい、すいません、お願いします。はい、こちら岐阜県になっております。面積の方が 16,217km2、はい、総人口、206万4,888人、人口密度が 1km2 あたり194人となっております。はい、それではリーダー、はい、県庁所在地は岐阜は岐阜正解。よしよし、危ない危ない、はい、岐阜市になっております。では皆さん、ここで岐阜といえば何か思い当たることがございましたら、はい、よろしくお願いします、はいはいはい、なんかかわいい、はいはい、言いたそうだな言いたそうだな、岐阜県です。岐阜えっ、ー、とね、チャッターさんだったら白肉ちゃん岐阜って、ね、あの何、飛騨高山も入ってるんだよね。あ、そうですね、うん、はい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 ね、ピンとこない、そういうイメージなのね、うん、あ、じゃあ進めさせてもらいますね。今落ち込んでいただいてたらね、ありがとうございますあ、書いてくれてる、あ、はいはい、DTK さん、飛騨牛、勝之篠原さん、うかい、しおさんもうかいって、おお、うかいって岐阜なんだ。じゃあもう先にあげてくれたんでね、はい、ひーママ、はい、栗きんとん、そうの、そうだよ、はいはいはい、栗きんとん、食べ物で言うと、はい、うん、じゃあ隊長、漬物ステーキ、それどうなんの、うん、どういうこと、焼いちゃうの、漬物をと、あと豚肉を、焼いて、でそれにこう鉄板に置くでしょ、で生卵を垂らすんです、それが漬物です。すごい、まあいろいろね出していただきましたが、うん、私から紹介させていただきます、はい、一番有名というとこちらなんじゃないかな、世界遺産がございます、シラカゴ言わせて刺されてない、コルさん書いてくれてます、コルさんありがとうございます、ということで、シラカゴって何、はい、ね、白川郷、五箇山の合掌造り集落というところが、はい、日本の世界遺産となっております。それわかるかな、わかるかも、わかるかも、こういう、そう、合掌造りというのはね、日本の住宅、建築様式の一つ、こういう感じですね、オッケー、見えるかな、茅葺き屋根が特徴、茅葺きというのがね、まあ、すすきのことですね、はい、で、こう作ってる集落があります。こちらが世界遺産と任命されております。で、まずここでね、世界遺産ってなんだって改めて思ったんですね。世界遺産、確かに、はい、世界遺産というのは世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約のもと、人類が共有すべき顕著な普遍的価値を持つ物件のこと、まあ、ちょっとなんかいろいろそう言うと難しくなってくるけど、まあだから過去に作ってきた、まあ、文化遺産とか自然現象、自然のねあるその形をみんなで共有していくべきところじゃないかというところをこう認められた場所になっております。はい、では世界遺産こちら今現在ちょっと変わってきてるしてるかもしれんけど、12年で終わりました、はい、世界遺産は全世界でいくつあるでしょうか。全世界で3、まあ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 ね、ちょっとたくさんたくさんって全然わかんない、わかんない、だっていっぱいあるよね、いっぱいある、なんかパリとかは200、世界遺産誰でしょ、モンサンミシェルとかでしょ、モンサンミシェルすごいよ、ね、書いてくれてるんじゃん、10カ所ぐらいかな、皆さんどうでしょうか、ね、世界で言うとちょっと難しいかもしれんから、じゃあこれは飛ばそうか、うん、じゃあ世界遺産こちらはただいま962件されております。そんなにあるんですか、すごいね、そらさんがね、世界の文化の数だけあるとかおしゃれな、かっこいいね、おしゃれなこと言ってきる、すごいね、ではその中でたくさんとか言っちゃったね、では今その中で日本にあるのは全部でいくつですか、え、日本にも誇るべき遺産っていうのはもうたくさんあるんですか、全部でいくつ、全部でいくつですか、いっぱい、いっぱい世界で962個あります、うん、その中日本はいくつ、900個 DTK さん1個はあるって、はい、1個ありますね、100いっぱいですよ、ミミロルさんもシロさんもいっぱいってなっちゃってるから68、わかんないってことよね、じゃあバブル12個ぐらい、え、そんなもっとあるでしょ、おー、いいところ行きましたね、話なんで、そんな少ないの、はい、日本にある世界遺産、16個です。あ、惜しい、日本ってあの木造造りだから少ないんだ、え、マジ
いろんなものがあります、文化遺産っていうと文化遺産だったらその建物的なね建築のものは12個、あと自然屋久島とかね、そういうのが4つあります。合計16個。それ16個、はい、ごめんまたねうちの地元の話になるけどうちの地元に青い阿蘇神社っていうのがあるんですよ、うん、その神社が世界遺産に認定されたらしいんですよ。へえ、じゃあその中に入ったら16個、はい、そう、でもびっくりして、うん、京都の三月堂とかそういうのもそう5月、ね、だからこの間言ってた日光とかですよね。で、いろいろあの暫定リストっていうのがあるんですね。暫定っていうか日本がその提出する世界遺産に登録してもらうためのリストっていうのがまずあるんですね、うん、その中に富士山とか鎌倉とかもね一応入ってるんやけどすいません人足すげえな人足すげえなってことなんですね。はい、で、まあ、先ほど合掌造りっていうのをあのお見せさせていただきました、はい、でも世界遺産、まあ、有名な誇るべきところなんですけど、うん、課題もたくさんあります、うん、合掌造りの家屋が減少していく現象が正直起こっております、うん、その中でその周りの周辺には普通の家屋が作られてきてるんですね、うん、はい、そういうのもちょっと寂しい伝統をねこう引き継ぐっていう点で、うん、世界遺産でなくなっていく可能性もあり得るっていう状況があるっていうのを皆さん覚えててください。で、重大なマナー違反もしばしばございます、うん、観光客の増大がね増えてきたので観光客が増えれば増えるほど人が集まってきますよね、うん、そのためいろんな方が来られるんですね、うん、お住まいされてる方もいっぱいいるんです。その集落にはちゃんと住宅として普通にね普通に扉を開けていく人がいるらしいです。すごい悪いよ。まあだからそれも見れると思って入ってる感覚なのかもしれんけど、これはダメだ なんかでもそういう家がいっぱいあったらそこもあのなのかなって、そうなのかなっていう感じで、ね、勘違いっていうのもあるんかもしれない。なんか世界遺産だから写真撮ろうとか言ってさこう撮ってる時にこう簡単に手ついて壊しちゃったりっていう事件もあったよ。ああ、そうやね。そういうのも気をつけていただきたいなと思っております。うん、で、あの自家用車でね、うん、結構車で来られてる方とかも多いんですけど、あの無断駐車とかね、うん、もあるみたいなんで、そういうのはちょっと控えていただきたいなと思っております。うん、で、まあ増大しました観光客が世界遺産になり増えたんですけど、うん、滞在時間は実際一人当たりは減ってるんですね。で、宿泊客って、うん、あの泊まっていただく方は減っているんですよ。あ、そうなんだ。その交通の便とかも良くなってきたからこそトイレ休憩とか、トイレ休憩とかゴミ捨てるので夜っていうのがそれを見たらしくて、それはちょっと改めてねちょっと価値っていうものをすごく考えていただきたいなって思うんですね。でぜひともその泊まりに行って本当すごく素敵なところなので行っていただいてその雰囲気を思う存分自然を感じていただきたいなと思っております、はい、そしてこの中で、山本屋という民宿があります。はい、はい、こちらそうなんです。私ここに泊まりました。本当に、はい、一緒に行ったんですよ。ちっ行ってないけどでも私本当に白川郷世界遺産とかすごく興味があって見に行って、その時に民宿山本屋っていうところに泊まったんでぜひとも検索していただけたらいいと思います。ということで、ね、うん、これを今日はおしんがここに行きましたで行きました、うん、でもおしんのここへ行きたい。やった、ありがとうございます。ちょっと早く行くね、うん、岐阜県養老郡養老町、はい、養老の滝ここ、あ、今でも出ましたね、うん、私知らなかったんです。某居酒屋さんの名前でしか知らなかったんですけどそれで言ったんじゃないの。え、知らない。え、違うよ。でも実際あるんです。あるよ、あるんだ。そう、ちゃんとあの日本のね滝百選、名水百選ではもある養老の滝とか菊水泉っていうところがある養老公園、うん、そう、養老公園っていうところがおすすめ、おしんが行きたいっていうところなんですけど、なぜ行きたいかって、まあその滝とかあるっていうのもあるんですが、その中で一個、うん、不可思議な空間が特徴の養老天明飯店地っていうところがあります。養老天明飯店地、はい、不可思議、そう、すべて斜面に作られているその公園の一つのスポットなんですね。はい、それを斜面、どういうことかと言いますと、わかる、これ、へ、どういうこと、どういうこと、え、すごいでしょ、全部斜面なの、奥に向かって下がってってるってこと、これね、あのカメラでこう撮ってるっぽく見えるけど、
まあ、こういうくぼみとかいっぱいある中、うん、一番わかりやすいのはこれかな。あ、本当だ。傾いてる、傾いてる、傾いてる。すごい。なんかピサのシャット。はい。こちらね、148もの曲がりくねった回遊路、大小さまざまな日本列島などが作られています。で、ここでは予想もつかなかった風景や懐かしい風景、いろいろな出来事に出会うことになるでしょうと。はい。で、面白かったのは、あるいは天命を反転させることができるかもしれませんという。天命？天命。反転？天の命。天命？あ、そういうものを実験する場所です。そちらが養老天命反転地と言います。養老天命反転地、はい、すごい面白いでしょ。こういうところってなかなかないし、はい、こうやって見るとすごいよね、奥行きっていうか、ね、なんかすごい、なんかこれこっから見るとビーチみたいなんだけど、これ意図的に作ってあるのってそらさんが言ってくれたんですけど、はい、うん、世界的有名な方が、あの、パートナーさんと、パートナーさんと一緒に作られた場所になっております。あの、岐阜県本当に温泉とか自然にあふれるところが本当にたくさんあります。で、どこもおすすめなんですが、先ほども言いました、あの、白川郷世界遺産すごくいいところなので、本当自然に思う存分触れていただき、ちょっとなんか自然に触れながらも遊びたいと思うんで、こちら養老天命反転、反転地っていうところにね、検索して行っていただけると、なおかつ岐阜県のことを分かっていただけるんではないでしょうか。ということで、ぜひとも岐阜県の方遊びに行ってください。はい、以上、はい、おしんの都道府県独自調査でした。やった。イエーイ。ここでね、しおさんが明日学校なんで準備するために落ちますって、あ、天気書いてくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。先ほどね、ゆみっちさんもね、書いてますけど、書いたもんですね、はい、はい、それではママ、お願いします。はい、ひーママのお天気な、いい加減参加しろ。あれ、変わりましたね、いい加減強気になりましたね。いい加減参加してよ。見てるだけで参加して。ちなみにさっきヤバババパンさんが、あの、鳥、今ちょっと外すけど叫んでくれたら聞こえてるんで戻りますって言ってたんで、はい、叫んでくれる。いい加減参加しろ。いい加減参加しろ。ということで、このコーナーは今現在の天気をチャッターさんに教えていただいて、これからお出かけする人のために役立てようという新しいタイプのお天気コーナーです。はい、はい、で、参加方法なんですけれども、かっこ都道府県、かっこ閉じてお天気を書いて入力してください。はい、はい、はい、お願いします。お願いします。はい、お願いいたします。ママ怖いって。何が、何が、それだ、それが。あ、いいよ、あ、あの、いい、リーダー、リーダー、崖っぷち、崖っぷちにやってもらって。怖い、この機械大丈夫かな。大丈夫よ、大丈夫ですか。ずっと書き込んでいただけるとね、嬉しいなと思います。お願いします。今ご覧になられてる方もね、あ、わかりますよ、うん、ぜひともカット参加。ロメロメパンチちゃん、ロメロメパンチちゃん、こんばんは。最初にさ、抜けてった方のお天気って覚えてる？はい、愛知県がさっきの塩さんですね。塩さん、塩さんと、もう書いてない、これこれ、はい、愛知県新城市、お、晴れ、外寒いです。愛知県、あと埼玉が書いてない。埼玉の井口さんは埼玉ですよ。探します。風強かったとか言ってた、なんか、うん、そう、風強かったです ね、なんかね、東京はね、雨もちょっと降ってきた感じで、そう、さっき来る時に降ってた、来る時に、ちらついてましたよ。あ、全然気づかなかった。いいですよ、雨も降ってきたからね、テンション高くなってきた。こっちだとね、見れない。ほんと、過去の人が一生懸命出てるね、今、僕らの向こうで死んじゃってる、普通に目の前今日よ、わち、舐めたらあかんね。あ、わかした、舐めたらあかんね。後で便所裏来いよ。便所裏、体育館裏だわ。便所裏らしいね。さあさあさあ、いただきます。あ、はい、ということで、じゃあ読んでいきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。ん、あ、あった、ゆみっち、埼玉南部、晴れ、はい、風が強くて飛びそうやった。やっぱり風が強かった、はい、地震が起きたってね。次いきます。兵庫県神戸市、曇り、風強し、夜の最高気温7度だよ。え、7度。あ、でも今日寒いから ね、明日もね、寒いみたいですよ。でも、ね、やばい、あざす、はい、あ、次ですね、
ソラさんがバブルさんの顔相変わらず3つってもうね、あだ名変わってますよねやばいやばい。かつゆき篠原さん、愛知名古屋市曇り気温14度激寒ブルブル丸ってな、ね、それ流行ってんの今。わかるわかる、俺も激寒ブルブル丸、激おこ激おこプンプン丸みたいなやつ、うん、長いんだよね、それね。おこだぞって言うんでしょ、おこだぞとかさ、激おこマジおこって嫌いね、好き勝手やりすぎやったら今日岩手県、ミミロルさん、雪降ってます。っていうか吹雪なんですけど、まだ桜はまだまだ咲かないし、ストーブが必須だって。桜なんですね。ロメロメパンツちゃん、京都曇り、冬の寒さって。やっぱ今日は冷え込みですね。かよさん、奈良県曇り。はい、奈良県曇り。昼間は寒かった、風邪ひいちゃった、鼻水やばい。大丈夫かな、暖かくして。してハイファントムさん、大阪府、晴れ。大阪、昨日より寒いって。うん、寒い、どんどん寒くなっていく。ソラさん、サイレントヒルでおなじみの静岡県、曇っていて若干風があるかな、はい、あ、プーさんが風船で飛んでる、助けに行ってきます、行ってらっしゃい。はい、コルさん、埼玉南部、冷え込んで晴れ。埼玉南部やっぱ寒い。 DTK さん、便所裏わらわら何、便所裏なう今日はチャットさん少ないね、久しぶりに暖房つけてるっていう感じで、DTK さんも、どこも寒いみたいですね、という感じでございます。今日ね、近畿頑張ってる。近畿頑張ってる。ということでですね、今日は全国的に冷え込んでるんですけれども、東北の方、岩手では雪、他の方も雪みたいですね。4月の下旬になるのにまだまだ雪が降るみたいですよ。はい、あ、埼玉しかいないな、関東。埼玉は晴れですね。でも風が強いみたいなので、やっぱ出るときは上着、厚手のもの着てた方がいいですね。東京さっき雨だった。ちょっと。東京雨ね。雨降ったよ。はい、東京雨みたいです。静岡曇りで、愛知が晴れ、はい、京都曇り、奈良曇り、兵庫曇り。この辺曇りが多いんですけれども、今あの低気圧がこの辺に。そうこの辺に今低気圧があるので、あのこれからまだまだ気温下がって雨も降ってきます。だからこれから出かける際は折りたたみ傘持って出かけた方がいいと思います。そうだね。で、週末は全国的に雨のところが多くなって気温も下がるので、はい、お出かけの際は防寒対策しっかりして体調管理をしっかりしてください。はい、ちなみにね、あのさっきまで遠くに行ってたヤバババババンさん、帰ってきてくれました。兵庫県、明日遠足だって。晴れ、風強くて寒いで、ゆうめさん、宮城曇り、かなりの強風、体感温度寒すぎる、そして地震多い、週末ボランティアさん気をつけてねって。そうだと思うよ。てか本当にあの、ね、地震も多いけど、ゆうめさん本当お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。今日ですよ、ゆうめさん今日ですから、そうそうそう、おめでとうございます。はい、あとミミロールさんですね、桜間だって言ってたんですけど、宮城もだいぶ満開になってるので、もうちょっとかなと思います。桜、だんだん上がってる。でもそのさ、上と下だけでやっぱそんなに変わるもんやね。だって岩手は今吹雪いてるわけでしょ、うん、で宮城も雪降ってんのかなと思ったら、まあ曇りってことだよね。ゆうめさん海沿いにいるんですよね、きっと。そっかそっか、そう、寒いよ、また違いますよね、また違うか、すごい。でもよくわかりますね、この地図すごいなって思います。全国、わかりやすいですね、やっててよかった。雲式、式なんで何よ。まあ、でも本当ね、ちょっと前まであったかかったからめちゃくちゃ、うん、だから余計に気温のね、寒暖の差が激しいですね。あ、はい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 、僕、はい、最近さ、あったかくなってたり寒くなったりしてたじゃないですか、うんうん、あのね、俺腰を痛めて、耳を痛めて、だからね、これね、温度の差も影響してくるらしくて、ちょっとね、本当ね、なんか対策っていうか管理はしてるんだけど、うん、でもいきなりやってくるので、その辺もちょっとぜひ皆さん気をつけといていただければ。病院行った？俺病院は行ってないけど、あの人に聞いたらそうやって言ってた。腰痛とかそういうのって寒くなるとまた出てきたりとか、確かに。だから体が本当なんか追いついてないらしいのよね、寒くなったり暖かくなったりするのが、ね、季節の変わり目って体が
こうおかしくなるって言うけど、それがずーっと今長い状態だから、みんななんかぐじゅぐじゅしちゃうのかなと思います。そうなんだ、うん、そうなんだ、人間心配じゃん。服装考えなきゃねってね。そうですね。冬眠から出てきたクワガタがまた引っ込んだって、かつゆきさん。引っ込むの？引っ込むんだ。もう一回間違っちゃった寒かった荒牧北海道指数ということでね、はいはい、兵庫夏の葉っぱに変わったよって。へぇ、桜かな、桜、夏の葉っぱに変わったって。 どこですかね兵庫、兵庫ですね、緑ですね、ってこと。へぇ、はい、ということで今後の地震の方にも皆さん注意してください。はい、ひーママのお天気なのでした。はい、ありがとうございます。すごい、誕生日に雷だからポッカポカだね。いやいいね。しかもね、ロメロメパンチさんも新生活つらいけど雷見れてよかったって。最近 ね、ロメロメパンチさんはね、うん、新生活を始めるそうです。すごい頑張ってるみたいで、うんうん、頑張ってありがとうございます。ありがとうございます。そう、地震が怖い。そう、地震が怖すぎて、ね、私ママが備え、今日お水と非常食をすごい大量に買ったんですよ、私。うん、やっぱり備えあれば憂いなし。うん、本当。でもなんか近いうちまた大きい地震が来るかもしれないって言われてるようで、うん、備えなくちゃ。本当関東とかさ、東北だけに限らず、この前はね、関西の方も、うん、そうだね、そうですね、大きい地震ありましたよね。あれはね、直下型やから、関西は阪神のドーンっていくんですかね、タイプのやつだったから、どう気をつけていいか分かんないかもしれんけど、でもスリッパとかはね、やっぱそう、家の中でね、スリッパ、スリッパ、うん、ガラスとか割っちゃってさ。あ、私ダイエット用のスリッパ買っちゃって。あ、でもそれでもいいから。あ、でも足を守るためだから、踏まなきゃ、踏まなきゃいいんだよね。よかった、そう、あ、なんかブランケットとかね、うん、あ、神戸も先週土曜日震度5弱来たよって。ねー、いいね、さんね。だからその僕がね、じゃあさっきもね、ママとあのバブルに言ったんですけども、はい、本当何が怖いかってやっぱ地震の後よ、震災が、うん、震災の、ね、時もね、最中ももちろん怖いけども、うん、後々は怖いんですよ、本当に。ね、なんかさ、人が人じゃなくなっちゃうっていうか、まあそれもありますよね、ね、本当に。どうしていいか分からなくなっちゃうよ ね、本能が強くなるからね、うん、まあね、やっぱり生きていたいよね、みんな。うん、なんかちょっと本当に討論会みたいになっちゃったけど、でも討論会したいなってさあ、こう思うと、そう、こう思うとって水曜終わっちゃったから、そうそうそう、水曜日が終わっちゃったから討論する場所がないなって。これどうだろう、金曜日を、うんうん、ね、今ちょっと本当に今、うん、金曜日何々、これなんかまたなんか突拍子なこと言い放つぞっていう、毎回いろんな変わるいやいやいや、これ僕の案なんだけど、はい、金曜日こうね、例えばじゃあ第1週目はこういう感じでね、いろいろね、コーナーの、そう、各地県のことを調べるっていうのをして、2週目は討論会にして、3週目なんか各週でやっていくのもなんか面白いかなっていう、うん、BTK さんが来週しましょうって。あ、いいですね。なんかスペシャル的に入れるといいかもね。あ、ちょっと要相談で、まあ、いつかもまた討論会が戻ってくると、うん、ね、信じてもらっても大丈夫ですかね、討論。でも、ね、討論会自体はね、やりたいなと思ってて、結構ここはみんなと真剣に喋れるのいいよね。うん、やりたいなと思ってます。なんかそう、皆さんもいろいろとやってほしいこととかあったら、あれですね、Gmail ですね。はい。Gmail にメールをください。はい、Gmail ありますか？はい。kaminari.tv@gmail.com。はい。この前書いたんだけどな。何で書いたの？っていうか、さっきの話になったんだけど、はい、あの水いっぱい買ったって言ったじゃん。うん、私昔水のボトルをいっぱい地下のね、あの車庫に置いといたら虫食われてて、ペットボトルにこれぐらい穴開いて。でもそう、あのね、入れ替えが必要なんだよ。嘘！そんな昔のやつじゃないんだけど、あれ虫だよね、やっぱり。はい。なんかやってほしいこととか、番組の感想とかありましたら、ご意見ご感想ね。そうそう、かっこいいその言い方。はい、ご意見ご感想ありましたら、kaminari.tv@gmail.com にメールをください。お願いします。お願いします。はい、はい、皆さんどうですかね。ということで、あと30秒ぐらいですね。そう、うん、ちょうどいい感じの時間ですか。
このままだったらフライデーフリーダムさもうすぐ終わりまあ言ってるけどね、後半のねエンディングトーク全然参加してなかった全く参加してなかった。そんなに暗い話にならずに、まあ、今を楽しく楽しく終わったところでミナッチになるかどうか分かんないけどぶっちゃけはい、ということで、うん、雷調査隊1時間ありがとうございました。また来週金曜日19時からお会いしましょう。雷調査隊でした。さよなら。